次は。次は。姉ちゃん、妖精と友達。うん、待ってて。どうしようかな。ここからはファニル一人で行った方が良さそうね。はい、そうします。俺たちはここで待ってるぜ。
話は聞いていました。コリンを、そしてこの森の妖精をお救いくださりありがとうございます。長老様、私この人たちと一緒に行きます。あなたはもともと使命を持った身、この方々についていけばそれが果たせるかもしれませんね。行っておいでなさい。使命？ふっふっふ、秘密。私には重大な使命があるのよ。さあ行きましょう。これでファニルの研究も進むのか？はい、まずは仮説を立証するつもりです。妖精が植物からエネルギーを取り出してマナを放出しているという仮説をファニルは立てているんです。植物からエネルギーって植物がご飯ってこと？うん、妖精は草とか木を食べるのか？ね、甘い木の実とかは食べるけど、近くにいるだけでも植物から元気を分けてもらえるんだよ。非接触でエネルギー変換ができるのね。その時にマナを放出しているということを確かめなくてはなりません。マナを放出ってどうやって調べるんだ？確かに難しいわね。体の小さい妖精の活動エネルギーを考えると、マナを放出していたとしてももともと大気中に存在するマナに比べてわずかなはず。そんなに精度の高い検出器を作れるかしら。線が線1になったことを確かめるのは難しいです。でも0が1になるのは簡単にわかるはずです。どういうことだ？なんだか難しいこと喋ってる。なるほど、マナのないところで実験すればいい。でもそんな場所を作れるのかしら？はい、それはもう解決済みです。マナを遮断する魔法陣があるんです。さすがね、ファニル。実験がうまくいくといいわね。長っ。どうかしら。どうしたの、アレサ？なんでもないわ。ちょっと疲れちゃったみたい。私は休ませてもらうわ。俺は上に報告しなくっちゃな。じゃあな、ファニル、頑張れよ。ありがとうございます、クライアスさん。アレサもありがとうです。さて、早速実験です。ちょっと付き
ださいね。うん、いいよ。準備に結構かかりそうです。あ、その間にちょっと質問してもいいでしょうか。私からもいろいろ質問させてもらうからね。じゃあ妖精って生まれた時から飛べるんですね。そうだよ。でもね、そうなんだ。じゃあお金をたくさん持ってると。それで、さて、できました。やったね。で、私は何すればいい？まず、この魔法陣の中のマナを使い切らなくてはなりません。あ、ちょっと待っててください。ということはマナがなくなっていないということです。おかしいですね。に来てもらったのに、魔法陣がうまく働かないみたいです。1ヶ月も研究室にこもっていたなら先に1回くらい試しておけばいいのに。はい、そうです。そう、時間いっぱいあったのに何もしていませんでした。やっぱり私ってダメな子です。うわー、もう落ち込まないでよ。そんな暇があったら対策を考えるの。はい、ごめんなさい。そうでした。お、実験はどうだった？あ、その、ごめんなさい。せっかく手伝っていただいたのに、失敗してしまいました。ファニルって、頭いいのかドジなのかわかんないよね。何が良くなかったんだ？マナを遮断するはずの魔法陣がうまく動作しなくて。だけどファニルは読んだものを完璧に覚えられるんだよな。ということはそもそもファニルが読んだ資料だけではうまくいかないってことか。多分何かが足りないんだと思います。維持軍にある資料は全部読んだはずなんですけど、書かれた当時にあまりに常識的だったりすることはわざわざ説明されていなかったりするので、今回もそれかと思います。誰か魔法陣に詳しい人を探してみるしかないな。外に出るならまた護衛してやるよ。俺なら構わないんだけどな。ひょっとしてクライアスが外に出かける口実にしたいだけなんじゃないの？
バレた？ま、そういうわけだからさ。次は？何でも言ってくれ。妖精とは珍しい。実は私、マナを遮断する魔法陣を書いたんですが、うまく動作しなくって。おや、何を使って書いたのかね。通常使っているニコミの粉末だったんですが。ああ、それじゃあダメだね。ミコにはマナーをよく伝えてくれるから、普通の魔法陣なら有効かもしれないが、今回はむしろマナーを遮断したいわけだしね。ポロの実から抽出したエキスを使うんだよ。どれ、お嬢ちゃんに分けてあげよう。本当ですか？おばあさん、ありがとうございます。やったな。次はどうするんだ？コリンちゃん、この魔法陣の中でお花からエネルギーを吸い出してください。うん。成功なのか？私がお花を食べるとマナが出るなんて今までちっとも知らなかった。やったな。はい、お二人ともありがとうございました。私なんかのために。卑下することはないだろう。自分の理論が証明されたんだぜ。とにかく、これを応用すれば、植物からマナが作り出せるってわけか。はい、そうです。マナが自由に作り出せれば、それでいろいろな装置を動かせます。大地を豊かにすることだって、できるかもしれません。でも、しなければいけないことは、まだまだたくさんあるんですけど。本当にありがとうございます。これも、コリンちゃんとクライアス様のおかげです。へへ、手伝えることがあったら何でもするぜ。私もだよ、ファニル。はい、これからもよろしくお願いします。